ルチアーノ・ベリオ、ルチアーノ・ベリオ、ルチアーノ・ベリオ、1925年10月24日から2003年5月27日は、イタリアの現代音楽の作曲家。自作の指揮なども手掛けている。発音に近いのはルチアーノだが、日本語では、ルチアーノと書かれることが多い。ジュリアード音楽院教授、サンタ・チェチーリア国立アカデミア学長を歴任た。 代々音楽家の家系として、オネリアに生まれた。父、祖父は共に、オルガニスト兼作曲家であり、ピアノや家政法などを彼らから学んだ。19歳の時に軍隊に徴収されたが、銃の暴発により右手を負傷し、ピアノクラリネット奏者としての道を断たれてしまう。作曲に集中することにした。彼は、1947年に作曲したピアノ曲、 小祖曲ペチテスイートでデビューする。当初はバルトーケやストラビンスキーなどの影響が色濃く見られていたが、やがてミュージックセレールに関心を示すようになった。1950年には声楽家のキャシー・バーベリアンと結婚し、以後多くの曲が彼女のために書かれることになる。1952年には渡航先のアメリカで電子音楽に接し、翌年テープ音楽。 ミムジーク第1番ミムジークナンバー1を制作した。この分野においては、1960年代初めまでのおよそ10年間に、テーマジョイス・サンテイモ、1958、ビザージュ・ビサージュ、1961、や5人の奏者とテープによるディファレンス、サイ・リフレンスス、1959、といった電子音楽史に名を残す作品が生まれている。 50年代終わりからは、独創楽器および声の入る作品に集中し始める。前者の代表としては、1958年から2002年までに14作書かれた、セクエンザ・セクエンザシリーズや、ピアノのために書かれた4曲の、鍵盤シリーズなどである。パッサジョ・パッサギオ、1961から62、シンフォーニア・シンフォーニア、1968から69、コロ、 合唱後、1975から76などの重唱あるいは合唱が加わる対策が続々と生み出されていく。パッサージョやシンフォーニアにおいては多数の作曲家の音楽が引用され、コロにおいては様々な民族の死が織り混ぜられている。70年代に入ると劇場のための作品、オペラに取り組み、この作品を失敗作と認識したことで、 余計にオペラ的な音楽の追求に取り組むことになる。しかし、彼は伝統的にオペラと呼ばず、ミュージックシアターとあえて呼び、音楽が演劇を支配する新しいタイプの劇を模索するようになる。その最初の成功例は、本当の話、真実の物語ではあるが、劇場に対する関わりは最晩年まで持続した。80年代後半からは、編曲や、 補作の仕事によっても世に知られてゆく。それまでにも、バーベリアンのために、ホークソングズ・フォルクソング九1964や、ビートルズのミシェル、ミッシェル、1968などを手掛けていたが、ブラームスによる作品220から1ブラームス、ベリオアップ120ナンバー1、1986や、シューベルトの公共曲第10番を素材にした、 レンダリングレンダリング1990の成功で注目を集める。90年代に入ってもファゴットのためのセクエンツァジーで急速なトレモロや循環呼吸、そして重音奏法を至るところに配し、健在を印象付けた。ン期に入っても多作家であることは放棄しなかった。オーティスオーティス1995から96を はじめとする大変に手間のかかる音楽劇の創作も衰えることはなかった。最後に完成させたのは、バリトン、男性合唱と還元楽のためのスタンツェスタンテッサ2003であった。彼も代表作を生み出すときは慎重であり、セクエンツァを書いてほしいと頼み込む演奏加護を立たなかったが、クオリティの維持には関わり続け、ホルン、打楽器のためのセクエンツァは、 完成することができなかった。ディ・オズモンド・スミス他の文献にも詳しいが、ベリオのいた功績の一つに、ハーモニックウォールの定石を整備したことが挙げられる。楽器ごとに使用するピッチをあらかじめ当てがい、その中を縦横に動き回るというアイディアはベリオが初めて現代を音楽で言った。彼は、この思考を登場人物ごとに当てがう、音向の場が、 音楽劇を操作するといったアイデアへ発展していった。このテクニックの元祖はルネ・レイボビッツが言ったのが最初だが、別に12音でなくともできることに気がついたのが、ベリオの発明である。その兆候は、エピファニーから見られるというのが、多くの音楽学者の見解であるが、その方がは、セクエンツアイなどの50年代の作風からすでに、見られている。田中カレを指導した時も、 素材音高音列を与えて、その素材で作曲させるといったものであった。一つの作品へ別の注釈を与え、原型をと形もなくしてしまう。再作曲は、シュマンシリーズ顕著だが、このテクニックは、多くの現代音楽の作曲家、南里氏、ボルフガングリーム他に即座に共有された。前衛の停滞以後は、作曲法はほとんど変わらず、 旧作の再作曲が頻繁に見られることも含め、前衛世代の中では最もマンネリと叩かれた人物の一人だが、最晩年まで質の高い高度な処方は維持し続けた。キャシー・バーベリアン、スーザン・オヤマ、タリア・ペッカーと結婚し、5人の子供がいる。最後の子は50歳を通に過ぎてからの子供である。外国暮らしの多かったベリオがイタリアへ帰国し、 ラジコンドリに定住することになった理由は、もう帰りたい、ワイン作りをしたいからというものであり、ベリオ作のワインは、地元の居酒屋などに提供されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。